近年人気街道まっしぐらのジャニーズグループスノーマンの中でもドラマ俳優としても大活躍しているのが目黒蓮さんです。2022年放送のドラマサイレントでは耳に障害を持つ主人公さくら草役を演じ、セリフを発さず手話や表情のみで感情を表現するというハイレベルな演技を視聴者に見せつけ高い評価を受けました。この年のオリコンモニターリサーチの2022年ブレイク俳優ランキングでは一番人気の俳優に選出されています。さらに同年10月から放送された NHK の朝ドラ舞い上がれでは主人公の初恋相手を演じ絶好調の目黒さんですが、2023年8月に放送されたトークイーンズである葛藤を抱えていたことが明らかになりました。その葛藤とは一体何なのでしょうか。今回は目黒蓮さんの過去の悩みを中心に弟との関係などについても紹介します。14歳でジャニーズ事務所に入った目黒蓮さん、後にスノーマンのメンバーとして誰もが知るアイドルに成長しますが、そこに至るまでは長い下積みの時期がありました。実は目黒さん、これまでにジャニーズ事務所を退所したいと思い悩んでいた時期があったそうで、初めてカメラの前でその事実を明かしたのです。スノーマンとしてデビューしてからも事務所の関係者からは、目黒はあまり人気が出ないと思うと心配されるほど地味なジャニーズジュニア時代を過ごしていたのだとか。目黒さんはずっとジャニーズには容姿ともに素敵な人間がたくさんいて、自分なんかちっとも及びそうにもないと自信を持てずにいたそうです。二十歳を迎える頃、メジャーデビューなんてできっこないし、やめようかなと考えるようになります。ある日、親しい友人にその気持ちを打ち明けると、お前は本当にそれでいいの？ちゃんと事務所に僕はこういうアイドルになりたいってはっきり伝えた？と言われたそうです。自分から変わる努力もせず退所しても、この先だってうまくいかないよ。親友からのエールを受け、気持ちを入れ替えた目黒さん。ある目標を立てました。それは、2年後にデビューできなければ、ジャニーズを去るというものです。彼が記した夢ノートによって、少しずつ状況が好転していきます。どの道2年後に成果が出なければ終わりなのだから、後悔しないように過ごそう。言いたいことははっきりと口に出そう。夢ノートに綴った誓いは、宣言通り2年後に実現。2019年、スノーマンのメンバーとして加わったことで、大きく運命が変わったのです。もちろん、夢ノートにしたためた目標は、まだあるそうです。現在は、スノーマンを国民的アイドルグループにしたいというのが一番の目標で、目黒さんは、お子さんから年配の方まで、誰もが僕らメンバーの名前をすべて言えるくらい、有名なグループとして成長したい、と力強く語りました。ところで、目黒蓮さんには、弟がいるのを、皆さんはご存知でしょうか。弟の名前はユウさんで、どうやらアパレルブランドを運営しているようですね。ここからはレンさんの弟、目黒ユウさんについて紹介していきます。ユウさんの生年月日は不明ですが、レンさんと2歳差のようなので、おそらく2023年現在は、23から24歳と考えられます。ユウさんご本人のお顔は SNS 上で公開されています。
マスクでほとんど隠れてはいるものの、目元はさすが兄弟。レンさんによく似ています。現地でお二人を見かけたファンによると、ユウさんの方が優しげな表情をしているとのこと。身長はレンさんより少し低いか、ほぼ同じ身長のようです。となると、レンさんが185センチなので、ユウさんもかなりの高身長である可能性が高いでしょう。ユウさんが経営するアパレルブランドは、オールプラスデリバーという企業です。公式ホームページにもユウさんの名前が明記してあるので、間違いないでしょう。起業した年月日はわかりませんが、ツイッターアカウントは2021年9月から運用しているので、比較的新しいブランドの可能性が高そうです。T シャツは6000円から、トートバッグは5000円台と、いわゆるプチプライスの商品を多く販売しており、カラーバリエーションはピンクをはじめとしたパステルカラーを扱っています。一見すると男性向けですが、女性も身につけており、幅広く親しまれているのがわかりますね。ユウさんが起業したのは21から22歳の頃と考えられますが、現在も売り切れの商品が多く、人気のほどが伺えます。若いながらもビジネスマンとして成功を収めている目黒ユウさん。かなり優秀な学歴をたどっているのかもしれません。しかし、ユウさん個人は SNS アカウントを持っておらず、学歴などプライベートの詳細はほとんど不明です。レンさんが城西国際大学メディア学部の出身なので、ユウさんも大学に通っていた可能性はありそうですね。レンさんとユウさんの兄弟仲についてはかなり良好だと言います。それを裏付けるエピソードがいくつかあります。レンさんはスノーマンメンバーのラウールさんと親しくしているのですが、まるで兄弟のようなスキンシップに、ユウさんが俺が本物の弟でしょとライバル視しているのだとか。これに対しラウールは、メメの弟めっちゃ可愛い。この前メメの弟がメメのこと迎えに来てるって言うから会わせてよって言ったらダメって。そしてレンさんは、俺の弟もラウールのこと意識しているし、ラウールも会いたい意識あるからなんか気持ち悪いなと、なんとも微笑ましいエピソードがあります。また過去にはユウさんが自転車でレンさんを迎えに行って、カゴに兄の荷物を入れてあげるなど、仲の良さが伝わってきます。さらにユウさんは、アルバイトで稼いだお金で、レンさんにアクセサリーや財布などもプレゼントしています。2019年のアンアンでは、レンさんが弟からのプレゼントを身につけて撮影に挑んでおり、レンさんもまた、ユウさんに大人買いしたコミックスを買ってあげたそうで、文句なしの兄弟仲と言えます。2023年に入ってからの目黒蓮さんはというと、各種ドラマや映画での活躍が評価され、日本アカデミー賞やキネマ旬報ベスト10などで多くの賞を獲得しています。その一方、ファンからは一時、髪が中途半端に伸びてて変とヘアスタイルを心配する声が上がっていました。ファンの間で有名なのが、目黒さんは美容室でヘアカットをしないという事実です。つまりセルフカットで髪を整えているのです。しかしプロではないので、どうしても違和感のあるヘアスタイルになることがあるのでしょう。専属のヘアメイクさんはいないのでしょうか。どうやら仕事の内容によるみたいです。雑誌の撮影などでは、プロの方によるヘアメイクがなされるので、
目黒さんのかっこよさを生かしたヘアスタイルに変身します。ただ、多くは目黒さんの判断に任せているらしく、よく言えば自然体と言えますが、場合によっては清潔感が欠けた雰囲気になってしまうことも少なくないようです。実は、目黒さんが髪を伸ばしていたのには、ちゃんとした理由があります。というのも目黒さん、同年7月から放送中のドラマ、トリリオンゲームの役作りに向けて、髪を伸ばしていたのです。同作品は、ビッグコミックスペリオールで連載されている人気漫画で、主人公、春を目黒さんが演じています。漫画版の春は、後ろ髪をかなり伸ばしており、ドラマ版の春もしっかり原作に寄せていますね。役作りのため、形から入る目黒蓮さんには、ファンの好感度も上がったのではないでしょうか。ジャニーズアイドルとしての活動だけではなく、俳優としての活動にも、さらに期待していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。